中本博修のペン字講座、今回は1年生で習う漢字花の美しい書き方についてお勧めします。こちらにある見本は、唐の時代の三筆の一人であります愚青南という方の書いた花です。大変美しい字ですね。ではこういったものをよく研究しながら美しい字形をマスターしていきたいですね。では花という字を書いてみます。1,2,3,4,5,6、まあこういった感じですけど、花は草冠と科学の科という字がありますから、まず草冠の書き方をちょっと説明しますね。横線はもちろん軽い右あり、そしてこうして次の縦線ですけども、これもここでも少し背の高いところからこう書き始めます。で、この線とほとんど平行になるような感じですね。で、こちらもこう見合いのリズムで終わるようなところで止めます。で、よくない花、草冠はこれが真横としますと、横線をこう真横に引いてしまって、で、これもこうして、ひどい場合はこちらをこう下がって、こんなことしてしまいますと、ここは右下がりのリズム、ここも長くするとこうリズムができて、軽い全体的に軽い右側のリズムの流れから反しますので、こういうかかって良くないですね。あるいは花っていうですね、こうしてこれあんまりこうに書いてしまいますと、ここはこう広くなりすぎますので、これも良くないです。草冠ですね。やはり草冠はこうこの、ね、だいたいこれが同じぐらいの間くらいが美しいでしょう。で、下の部分の科学の科っていうんですけども、これは人偏を書いて、でこれもこの線よりもですね、まあ理想はこう右側のリズム、この辺から書いて、そして下も軽いこう右側のリズムを収めるのが美しいと思いますね。じゃあ、全体をまとめてもう一度書いてみます。1,2,3,4,5,6、こういうかがいいですね。あ、ここにこう羽がありますので、羽も注意しておきますね。良くない羽方はこう来てこういうしたりとか、こういう良くないですね。良くない、あるいはこうしてちょっと短かったり、これ良くない。やはりこうゆったり、ここにゆったりした空間を持つような跳ね方がいいんですよ。以上、花について、美しい方の説明を終わります。